高南町駅は東京都杉並区堀の内一丁目にある東京地下鉄丸の内線の駅で分岐線の終着駅である。駅番号はメガバイト03。東京メトロの駅では数少ない他の地下鉄や鉄道路線と接続がない単独集端駅である。かつての英断時代は単独集端駅は多数あったが路線自体の延長による途中駅化や 他の路線の接続によって少なくなり、自社では現在では当駅のほか、千代田線の北綾瀬駅のみである。東端式ホーム1面2線を有する地下駅である。1番、3A3 ビット番出入り口は、関7通りと方南通りとの交差地点にあり、2番出入り口は、方南通り沿いの方南2丁目に位置する。当駅のホームは、 建設時から6両編成対応として計画されていたが、ホーム有効長は、他の荻窪線の各駅が120メートルであるのに、対し、当駅は110メートルと短かった。このため、仮想余裕等の問題から、長らく当駅には、最大で3両編成までの電車が乗り入れており、2004年に設置されたホームドアも3両分のみの設置となっていた。 2012年の事業計画でホーム有効庁を延伸し6両編成の停車を可能とすることなどが発表され2013年11月初旬に駅改良工事の着手をしたホーム延伸工事のため2018年5月26日よりダイヤを改正し2番線の使用を休止して1番線のみで運用 同年9月22日から翌年2019年1月25日までは、逆に1番線の使用を休止して2番線のみでの運用となっていた。ホーム延伸工事の完成により、当駅ホームは110メートル長から26メートル、延伸した136メートル長となり、合わせてホームドアも6両分設置し、当駅にも6両編成の乗り入れが可能となった。 トイレエレベーターエスカレーターは西改札側にのみ設置されており、東改札側には設置されていない。もともと狭い場所に建設された経緯があり、バリアフリー化は困難な状況だった。しかし、新たに土地を取得することでバリアフリー化工事に着手し、従来は地下部分に収容していた施設を地下1階、地上3階建てのビルに収容した。 2017年12月9日より、このビル内に設けたエレベーターとエスカレーターを備えた 3A3 ビット版出入り口の共用を開始した。バリアフリー化工事と合わせたホーム延伸改良工事は約8年の歳月と約70億円の費用を要した。2013年5月頃より、個人が市販の戦隊ヒーロー風のコスプレスーツとマスクをつけベビーカーをロろす ジャートの乗り、不定期にエレベーターのない駅階段でベビーカーや重い荷物を運ぶボランティア活動を行っている。この模様は日本での新聞などで取り上げられ、海外メディアでも紹介された。2013年9月頃より、駅側が荷物運びを補助する警備員を配置している。6両編成の列車の乗り入れ開始と同時に、スイッチ制作の発車メロディが導入されている。 曲は一番線がスペシャルゲスト、二番線が希望の電車である。2020年度の1日平均乗降人員は3412人であり、東京メトロ全130駅中93位。近年の1日平均乗降乗車人員推移は下表の通りである。一番出入口からは、方南町駅停留所と、方南八幡通り停留所が近く、 2番で入り口からは、峰停留所が近い。突起のないものはすべて、京王バスの運行路線である。ありがとうございます。